それではコリソンワイナリーの「ブン、コラソンアンダーソンバリーゲビルツ・トラミネール」をテイスティングしてみますハニーサコーそれとメロンですね、まあ、ハニーデュー,ーそれにですねやはりライチのアロマがすごく強く感じられますけども それにあとシトラス系ですねあのマイス,レモンそれとマスカットに蜜ろですかそんなようなあの甘い香りも感じられますけどもこのあのゲビル・ストラミネールはですねその甘くてですねそして何かこの艶やかなこのアロマに反してですね何かこうキレのいい 酸味を持った爽やかな一品だと思いますけども、まあ、このおトラミネールでしたらそうですねそれでは次にコリソンワイナリーの O5 コリソンクロモネスビニヤードのおカブレネ・ソービニオンを提出してみます。 やはりダークフルーツのアロマがかなりきますけどもブラックベリーそれとブルーベリーですねそれにあのリクリス肝臓ですかそれとあと皮のようなノートも感じられますけどもあのブラックカラントとですねそれとチョコレートダークチョコレートそれにですねシダーの フレーバーバとですねそれとこう濃厚なその果実味がこう絶妙にマッチしたすごくバランスのとれた一品だと思いますけどもこのカブルネでしたらローステッドトゥーキーです今のこの時期にぴったりのローストしたトゥーキーですねそれにあのクランベリーソースで召し上がっていただいたら最高のペアリングだと思いますけどもお試しください。 Hi, I'm Kathy Corison. I'm the winemaker and proprietor here at Corison Winery. I'm standing in front of the Kronos Vineyard, which is my estate vineyard, and I'd love to have you visit. We're open every day of the year by appointment from 10 in the morning till 5 I'll see you guys next time.